こんばんは、平井博明です。今回はですね、アプローチが上手くなる方法を動画にしていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。アプローチ苦手な方はほとんどミスする原因って上げに行ってざっくりトップが出てる方が多いと思うんですよ。大変だと思うんですけど、なんでそれなのにアプローチってグリーン横から芝生の上でS って人気ないのかなと思って、すごく僕は矛盾だと思うんですよ。これ登録に質問したら、え、アプローチって S じゃないの普通って、すっごい僕にとってはもういい答えが返ってきたんですよ。僕も 58S しか使わないんで、そういうのを登録見て育ってるんで、登録も58しか使わないんですよ。あ、いいなと思って。話戻しますと、なんで上げたいのにミスしたくないからって言ってピッチングとかロフトの立ったクラブを使うのかなって僕ずっと疑問だったんです。お客様からの質問の中に、 S とか58って難しいんですよね、アプローチでっていう言葉聞くんですけど、難易度は全部一緒です。変わらないです。むしろアプローチを打ってピンに寄せるってなったら、多分 S が一番簡単かもしれないですよ。球も遅い、ちゃんと上がる、スピンも入る、いいことだらけじゃないですか。なんで S じゃないので、うん、俺インペリアルでレッスンやってるじゃない。インペリアルのアプローチ場の場所を借りて、他の都内の例えばインドアスクールのインストラクターの方とかがレッスンしに来るのよ、場所借りて。そうで、そのチームとかとアプローチ場一緒になる時が3年前ぐらいあって、その時に向こうもレッスンしてるから話し声が聞こえるよね。先生、私アプローチ苦手なんです、じゃあピッチング使いなっていう会話があったの。俺ドハテナ出たよね。そのイコールが分かんなくて、なんでアプローチ苦手イコールじゃあピッチング使いななのかなって俺ずっと考えてた時あったの。余計俺がピッチングあんま使わないっていうのもあるけど、どういう球を打ちたいから番手を選ぶだけで、優しい難しいで番手を選んでないのに、なんで苦手だったらピッチング使ってなのかなってずっと思ってて。分かったのこれ。全然分かんない。俺も知りたいです。知りたいでしょ。そうだから、なんでかなと思って、いまだにハテナだけどね、ちょっと距離に合ったものを選ぶ。そうなんですよ。そう、本当そうなの。状況とどういう球を打ちたいかで変えるじゃない、距離だったり。だから要は球の高さが変わるわけじゃない、番手変わったら。優しいのはピッチングみたいな言い方に聞こえちゃったの、俺はね。難しいんだったらピッチング使いなさいみたいな言い方に聞こえちゃったから、なんでかなと思って。むしろピッチングの方が長い可能性も高いんだよね。3度が一番短いっていう設定、その方のスペックにもよるけど、短い方が難易度的に優しいだろうし、長いくらいでアプローチする方が多分難しいと思うんだよね。もう鼻からもうパターぐらい転がすんだったら分かるけど、ある程度こうポンっていくイメージがある方かもしれないじゃん、その方が。そういう場合はやっぱりね、最低でも A とか52とかアプローチウェッジ、むしろ3度とかでいいんじゃないかなって俺は思いながら聞いてたけど、もちろんそれにはそれの理由がもちろんあってね、言ってんだろうけど、だからなんでかなと思って。ごめんなさい、ちょっと脱線しましたけど、本題に入ると、そう、アプローチで球をやっぱり上げたくてこういう動きが入っちゃってミスをしてることが俺見ててすごい多く感じるの。だからそもそも上がるクラブでこうやって打ってあげたら、もっと簡単にアプローチできて球が上がるのになってずっと思ってるわけで、特殊なことも全くやってなくて、アドレス真ん中にボールを置いてターゲットに対してスタンスを平行に取ります。したら手首と肘曲げないでこのままこうやって打ってあげるんだよ。格好はダサいかもしれないけど、結果を求めるんだったらあそこから何か自分なりにアドレスだったり動きの変化を加えていった方が俺は一番近いと思う。例えばじゃあ白旗です。白旗にまっすぐ構えて手首と肘の角度変えないで打ちました。なんとなく近くいくわけよ。じゃあ今ちょっとオーバーしたんで、じゃあもう少し弱く打ちます。なんかあれの方が優しいなと思うんだよね。で、例えばあれピッチングだったら距離感も、出球が速いからロフトが立ってるから距離感もね出しづらいだろうし、本当に目の前でちっちゃく構えてピッチングでこうやって打つんだったら
まあまあまあ分かる分かるんだけど、例えば普通のね20ヤードぐらいのアプローチで何でもかんでもじゃあグリーン周り行ったらピッチングってなってきたら、やることが一つしかできないから、要は転がせしかできないからさ、だからそれだとアプローチって難しいんじゃないかなって俺ずっと思ってんだよね。それだったら率先して58度とか56度とか使った方がよっぽど優しいんじゃないかなって思いながら、うん、で何回も言ってるけど難易度は変わらないからね、うん、バンカーを出るためにバンカーにすごく特化してますよっていうクラブは確かにフェアウェイから打ったら難しいかもしれない。だけど普通のオーソドックスなウェッジだったら全然フェアウェイから打っても優しいから、もう本当にそういう場合はフェアウェイからどん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 3度使って打ってあげた方が結果は俺いいと思うんだよね。アプローチで優しいのはやっぱり球がゆっくり飛ぶことで、しっかりフェースに乗る、要はスピンが入ってくれるっていうウェッジはそれなりに優しいんだよねやっぱり。でもボールも上がらない、こう球もあまりフェースにくっつかないとかってなってくると、それこそアプローチが難しくなるから、それがピッチングなのよ。サンドウェッジの方がスピンが入って高さが出てフェースに乗るから、それだったらやっぱりその欲しいものをボールに対して一番近い結果が出るサンドウェッジを使ってあげた方が一番結果はいいんじゃないかなって思うけどね。イメージの問題だからね、何とも言えないけど、できれば練習でアプローチを打つときに S とか、まあ女性だったら56が多いのかな、で男性だったら58とか60度を使って練習していただいた方がいいと思いますね。まあボールの位置なんかは前のアプローチの動画なんかでやってるんで結構詳しく言ってます。なんでその動画見ていただければと思うんですけども、あとはまあイメージとして歯を下向けた方がいいんですよ、当てるときにこうやってこうやって。一番良くないのは歯がこうやって上向いた状態でこうやって当たるのが一番良くないんで、こう歯をこうやってなるべくこうやって下向けて、こういう下向けた状態でこうやって打ってあげる。例えば白い旗に対して58度を今持ってますけど、58度のロフトのまま飛ばす時っていうのは両手首の角度が変わらなければ58度の角度でそのまま飛んでいくから。だけど俺は58度を構えて55度ぐらいで当てたいのよ、こうやって。そうすると低く出てフェースに乗って3バウンド目ぐらいでちょっとスピンがかかるっていうような、その方がイメージが出しやすいっていう、彼やってるだけなんだけど、だからそういう感じでこう歯をなるべく下向かせてこうやって打ってあげる。今のなんかめちゃくちゃいいけど、うん、ああいう感じで打ってあげるとラインが作りやすいっていうか、その感じで打ってあげた方がいいよね。で例えばあれでピッチングで打ったらもう多分2本目の赤い旗ぐらいまでは飛んじゃうんでね、うん、だから飛ばないクラブで自分のコントロールの距離を打ってあげるとより優しい球が打ちやすいんで、ぜひ練習場でやってみてください。で今回はですね、アプローチでちょっと悩まれてる方がいたらちょっとでも参考になればなと思って撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。アプローチで上げたいと右に出るか、うん、まあまあ8割9割出ちゃうねあの動画見た方がいい。そうもう本当にアプローチでざっくりシャンク、まあトップもそうだけど、これの3つが1日絶対出るなっていう方は前そういう動画撮ったんですよ。なんでそれちょっと見ていただければと思うんで、言ってることは全く一緒なんですよ、うん、全く一緒って内容は違うんですけど、その出るミスについては同じこと言ってるんで、原因をより詳しくそれ専門でやってる動画があるんでそっちを見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。